どうも皆さん、きっとこんばんは、武藤ゆうきです。今日もですね、購入品の紹介をしたいなと思うんですけど、今回はですね、またもやカードラボさんの方に行ってまいりました。僕はですね、カードラボさんでは30円のストレージとかではなくてですね、ちょっとお値段は張るんですけど、店員さんのおすすめストレージみたいのがあってですね、よくそこを見て好みのカードをですね、買ってきてるんですけども、今回もですね、その店員さんおすすめストレージでビビッとくるカードを買ってまいりました。特にですね、2枚ほどテンションが爆上がりしたカードがあったんで、ぜひご期待ください。それでは行ってみましょう。はい、それではバニラのモンスターから今回も行ってみましょう。まずはですね、たびたび僕の動画で出てくるブルーアイズのストラクに入ってるノーパラですね。地球が背景になっているブルーアイズのノーパラになっております。なぜかですね、ものすごく惹かれるんですよね、このノーパラのブルーアイズに。値段もですね、まあ、今回も80円だったんですけど、結構お手頃な価格で買えるブルーアイズなので、ブルーアイズが好きな人にはおすすめの1枚になっております。お次がですね、ブラックマジシャンのデュエルターミナルのジレアになっております。お値段はですね、150円になっております。そもそもですね、僕はブラックマジシャンのジレアがあることを知らなくてですね、このストレージで、あ、ブラックマジシャンってジレアあるんだなというのを思ったところですね。僕はデュエルターミナルを全くしてこなかった人なので、こうやってストレージで出会えるのがマジで嬉しいですね。お次が砦を守る翼竜の EXR のスーパーレアになっております。ストレージですね、たびたびこの砦を守る翼竜を見かけるので、そこそこ枚数は集まってきたんじゃないかなと思います。まあ、できればですね、集めるなら EXR じゃなくて EX の方のですね、スーパーで揃えたいなと思っているカードですね。お値段50円で、なかなかリーズナブルでゲットできました。お次がですね、ガーネシアエレファンティスのウルトラですね。これがですね、2枚ありましたので2枚とも拾ってきました。お値段はですね、どちらも50円と結構お安く手に入れることができました。このですね、背景のピンクがまたこのゾウさんのですね、かっこよさというか、さらに可愛らしさをですね、醸し出してるんですよ。めちゃめちゃ良くないですか、この背景。これもですね、もう5、6枚ぐらいは集まったかなというところですね。ファイル1ページまでもうちょいといったところになっております。お次がですね、初期のジャッジマンになっております。お値段は100円ですね。まあ、ちょっと状態は、傷はあるんですけど、まあ、初期の光物で100円であれば、全然問題ないぐらいのレベルですね。ジャッジマンもですね、僕の動画でちょこちょこ出てくるカードにはなってますね。準レギュラーといった感じのカードになっております。お次がですね、ランドスターの戦士のスーパーですね。これは城之内のデッキのやつですかね。地味にですね、僕はこれ初めてゲットしたカードになっております。ストレージでもですね、なかなか見かけないんですよね。まあ、うまく探せばですね、100円もせずに何十円かのストレージでもありそうな気がするので、根気よく探したいなと思ってるとこですね。ようやく1枚目です。お次からが効果モンスターになっております。まず1枚目がメビウスのスーパーレアになっております。これは初版じゃなくてエキスパートエディション3のスーパーになっております。ちなみにこれはですね、値札が貼ってないので確か30円だったと思いますね。状態も結構綺麗なんで結構お得なカードですね。お次がですね、ガイウスのウルトラレアになっております。これはストラクのカードですね。このガイウスもですね、結構いろんなストレージで見るので、まあ、めちゃめちゃレアかって言われるとそうでもないですね。これも値札がないので30円でゲットしてきました。お次がですね、絶対防御将軍のウルトラですね。V ジャンプ版のウルトラレアになっております。これお値段50円ですね。50円なら結構安くないですかね。V ジャンプのカードがですね、50円で買えるなら全く問題ないでしょう。お次がですね、寄生虫パラサイトのウルパラになっております。ちょっとですね、パラレルが消えかかってるカードなんですけど、お値段50円でですね、ウルパラを見つけることができました。スリーブから出すとですね、もうちょっとパラレルの加工がわかりやすいかなと思います。確かですね、以前は同じカードラボで状態のいいパラサイトのウルパラをですね、2、3枚ゲットしたのを覚えてますね。うん、相変わらずデザインが気持ち悪くていい感じですね。お次がコマンドナイトのウルトラレアになっております。これですね、2枚。そうですね、2枚あったのでゲットしてきました。こちらも城之内のデッキのやつですかね。もしかしてさっきのランドスターの戦士を売った人と同じかもしれないですね。城之内のデッキがもしかしたらまとめて売られてたのかもしれないですね。お値段は両方とも100円ですね。
お次がですね、ギルフォード・ザ・ライトニングのシークレットですね。お値段100円になっております。ゲームボーイのですね、付録のカードが100円で買えるってめっちゃいいですよね。個人的にですね、このギルフォード・ザ・ライトニングの背景の青とシークレットの加工がめっちゃ合うんですよね。クソかっこよくないですか、これ。サムネでも全然いけるぐらいのかっこよさですね。これが100円ですからね。マジで最高です。お次がですね、レッドアイズ・ダークネス・ドラゴンのウルトラですね。お値段200円になっております。地味にですね、このカードも1枚も持ってなくて、ちょこちょこですね、ストレージでも見かけるんですけど、状態があまりよろしくなかったりとかっていうカードだったので、まあ、若干200円高いかなと思ったんですけど、まあ、状態のいい1枚にですね、出会えたので、今回買ってきました。まあ、デザインがですね、めちゃめちゃかっこいいっすもんね。まあ、これのですね、レリーフがまたかっこいいんすよ。僕は持ってないんですけど、いつかですね、手に入れたいなと思ってるんですけど、ちょっとお値段がですね、可愛くない値段なので、まずはこのウルトラレアを3枚ですね、集めたいなと思ってるところでございます。はい、そしてですね、お次、ハーピーズペットドラゴンになっております。これですね、僕が遊戯王をコレクションしだした時からですね、マジで欲しいなと思ってた1枚なんですよ。状態はですね、もうご覧の通りもうボロボロなんですけど、まあ、その代わりお値段200円とかなりお安い値段で買うことができました。このですね、ドラゴン自体もめちゃめちゃかっこいいんですけど、ドラゴンのですね、赤い体に対しての青い背景ですね、これがまたですね、かっこよさに貢献してるんですよね。まあ、さっきのゾウさんの時にもお話ししましたけど、僕結構背景をですね、まあ、気にするじゃないですけど、惹かれる変な人なんですけど、昔の遊戯王カードというかですね、初期の頃の遊戯王はシンプルな背景なんですけど、モンスターのかっこよさをですね、引き立てるような背景が多いんですよ。それのですね、代表的なカードがこのカードなんじゃないかなと思ってますね。いや、マジでかっけえ。カードショップでもですね、ケースに並んでるのはよく見るんですけど、ストレージに入ってるのは一回も見たことがなかったんで、今回が初めてですね、ストレージで出会うことができました。今回ご紹介するカードの中ですね、一番テンション上がったのがこの、ハーピーズペットドラゴンになっております。お次がですね、イビリツインのキスキルリラのシークレットになっております。これはですね、もうほんと最新弾のセレクション5に入っているカードのシークレットですね。急に新しくなったんですけど、まあ、当然ですね、パックを買っても狙いのシークレットは出ないので、こうやってストレージに落ちてる好みのカードを買うのをですね、おすすめいたします。まあ、値段300円とですね、結構僕にしては高価なものになるんですけど、いや、このカードの色は結構いいっすよね。うん、シークレットの加工がバチコリにやってますね。もうちょっとですね、時間が経てばもっと値段は安くなるんじゃないかなと思うんで、ぜひですね、またストレージで見つけたいなと思っております。お次がですね、マスターオブドラゴンナイトのシクになっております。これがですね、今回のご紹介するカードの中でもう一枚テンションが上がったカードになっております。お値段なんと200円でゲットすることができました。これもですね、ゲームボーイの特典のカードなんですけど、最初ですね、再録された方のカードかなと思ったんですけど、なんとゲームボーイ特典の方の型番でした。いや、マジでありがたいですね。カードショップなので、店員さんが見間違えてるわけとかではないと思うんですけど、これもまたテンション上がりましたね。なんたってカオスソルジャーとですね、アルティメットドラゴンの合体ですからね。まあ、ぶっちゃけカオスソルジャー乗っただけなんですけど、それでもですね、めちゃめちゃかっこいいんですよ。もうステータスも攻撃5000、守備5000、もう完璧ですね。まさに主人公とライバルのエースモンスターの合体という感じで、なんかロマンある一枚だなと思っております。お次がですね、トリシューラの20周年パックのウルパラになっております。ちょっとパラレルの加工がですね、昔のパラレルじゃなくて、最近のちょっと見にくいパラレルなんですけど、これ実はですね、このパックが出た時、地引きで1枚当たったカードになっております。トリシュールはですね、この光物の感じがめちゃめちゃ似合ってますよね。で、なおかつこのシンクロの白い枠というかですね、これがめちゃめちゃ合ってますよね。シンクロのカードの中でもかなり好きな方の1枚ですね。お値段も100円でした。ここからですね、魔法カードになっております。もう何枚買ったかわかんないですけど、ブラックホールの2期スーパーですね。お値段50円とかなりお安く手に入れることができました。まあ、状態はですね、ご覧の通り結構傷は多いんですけど、まあ、ブラックホールはですね、一家に何枚あってもいい、それ昔から言われているので問題ないでしょう。次がクロスソウルのシークレットですね。これも数枚持ってるんですけど、見つけたら買ってしまうんですよね。お値段200円でした。これもですね、魔法カードながら背景の青がですね、やっぱいいんですよ。やっぱ背景の青はシークレットがですね、めちゃめちゃ映えるのでおすすめですね、コレクションに。見つけたら思わず買ってしまうカードの1枚ですね。お次からですね、トラップになっております。
まずは盗賊の七つ道具の2期スーパーですね。これもですね、なんか見つけるとすぐ買っちゃうんですよね。しかもお値段50円というですね、かなり安く買うことができました。初期もですね、たまに見つかるんですけど、なかなか出会わないんですよね。ぜひ初期のですね、七つ道具もコレクションしたいなと思っております。まあ、2期でもですね、全然かっこいいんですよ。まあ、正直ですね、端っこのこの銀色のシールがあるかないかの違いなんで、まあ、コレクションしたい人は2期からですね、コレクションするのも全然ありじゃないかなと思っております。お値段50円です。お次がですね、光の封殺剣ですね。おなじみ原作で遊戯がパックで当てたカードですね。これお値段50円ですね。状態も結構良かったんで、お得に買えたカードの1枚ですね。そしてラストが昇天の角笛になっております。2期のスーパーですね。デュエリストレガシー4のカードになっております。これもお値段50円で結構リーズナブルに買えたカードですね。はい、以上がですね、今回カードラボさんで購入したカードのご紹介となっております。今並べてるカードの2枚がですね、ストレージで見つけた時にテンション爆上がりしたカードになっております。特に左のですね、ハーピーズペットドラゴンはマジで嬉しかったですね。ぜひですね、皆さんもストレージで見つけてテンション爆上がりしたカードがあればコメント欄等で教えてもらえると嬉しく思っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイチャ。